エールフランスパス1969便ハイジャック事件は1994年12月24日にエールフランスの旅客機が武装イスラム集団によってハイジャックされた事件。武装イスラム集団はこの事件をアメリカ同時多発テロ事件に先立つ大規模テロ作戦と捉えていたとされ、また特殊部隊によるテロリスト犯鎮圧としては稀に見る成功例となった。 ハイジャック機に突入するギグイン。事件当時のアルジェリアは内戦状態にあり、同国を飛ぶ航空機は撃墜される危険性があった。したがって現地のフランス人の帰国の足を確保するために運航されたエールフランス機の乗員は皆志願した者たちであった。1994年12月24日11時15分。 アルジェのワリビュメディアン空港からフランス・パリのオルリー空港へ向かうエール・フランスパス1969便は乗客220人と乗員12人を乗せ離陸の準備をしていた。そこに突如アルジェリアの大統領警護警察を装った4人組の男が乗り込んできて窓のブラインドを閉じるように指示した。そして乗客のパスポートをチェックし 所持品をビニール袋へ入れるように指示してきた。8969便が出発しないので、空港当局は不審に思い、忍者と呼ばれるアルジェリア軍の特殊部隊をエアバス機の周囲に配置した。ハイジャック班はアルジェリア航空のロゴの入った作業服を脱ぎ捨て、隠し持っていた AK-47、宇治、手製の手榴弾を振りかざし、便を乗っ取ったことを宣伝した。 さらに、彼らは20本以上のダイナマイトを機内に持ち込んで、おり、コックピットに一束、客席中央部に一束置かれ、起爆装置でつながれた。犯人らは、客室係の制服に着替え、紛争した。また、乗客を男女別々の座席に分け、女性客と女性乗務員にショールをかぶらせた。アルジェリアの内務省が空港に到着し、 犯人との交渉が始まった。犯人グループは機長を通じて、イスラム級国戦線の二人の指導者の釈放を要求した。FIS は1992年以降、アルジェリアでは非合法組織とされ、この二人も自宅軟禁にされていた。一方、内務省はもし政府と交渉をしたいのなら子供と老人をまず解放するように説得した。その頃、 フランス内務省でも危機管理チームが発足していた。エドアール・バラデュール首相や政府高官は皆クリスマス休暇から呼び戻された。アルジェリア政府は忍者を使った強行策を主張したため、フランス政府は苦しい外交交渉を続けた。ハイジャック発生から2時間後、犯人は機長を通じて旅客機を取り囲む忍者を撤収させ、 8969便を離陸させるよう要求した。しかし受け入れられなかったために犯人は機体を爆破すると警告した。また乗客の中にアルジェリアの警官が一人いることに気づき射殺、遺体を滑走路に投げ捨てた。次に乗客の中からアルジェリアのベトナム大使館に勤務するベトナム人男性を選び出し射殺した。犯人に対する ベトナム人男性の対決的な姿勢が怒りを買ったとされる。フランス政府は機体がフランスのもので乗客の多くがフランス人であるとしてアルジェリアに対して自国の特殊部隊を派遣することを提案するがアルジェリア政府に拒絶される。夜になって8969便には照明が当てられた。この間、フランス政府は 国家憲兵隊一致案介入部隊の投入を決定、スペイン政府からスペインのマヨルカ島に出動させる許可を得た。これはアルジェリアに一番近いためであった。ギグインはパルマデマヨルカ空港に移動する間にエアバス A300 に集熟し、吸収作戦を練り上げた。その頃、アルジェリア政府は最終的にフランスの協力を拒否すると通告した。 クリスマスの翌25日、パリに戻ったバラデュール首相は、ここでアルジェリアの武装イスラム集団に潜入させている、諜報員から緊急連絡を受け、このハイジャックの目的はエール・フランス機をパリ市外に墜落させることにあると知った。乗客の一部を解放するよう促す交渉で、女子供、それに病人の63人が解放されたが、 依然170人以上が残った。犯人はアルジェリア人乗客のさらなる解放には同意したが、フランス人乗客の解放は拒んだ。アルジェリア当局はナイトビジョンを用いて機内の犯人の首謀者を特定し、その母親を連れてきて説得工作を開始した。しかし、犯人はこれに激行し、銃を乱射した上で、 飛行機を離陸させなければ30分おきに乗客を殺すと警告。なおもアルジェリア当局が離陸を許可しなかったため、3人目の犠牲者としてアルジェリアのフランス大使館に勤めるシェフが殺された。このことで、フランス政府はアルジェリア政府に対して8,969便をフランスに向け離陸させるように圧力をかけた。その結果、 ハイジャック発生から39時間が経過した際、8969便の離陸許可がアルジェリア当局から降りる。しかし、補助動力装置をこの間ずっと稼働させていたため、8969便にはパリまでの燃料は残されていなかった。犯人側はマルセイユまで飛べるかと機長に確認。 マルセイユ・プロバンス空港まで飛行して、そこで給油することとなった。26日未明、8969便は、マルセイユに着陸しようとしていた。この時マヨルカで、突入作戦の訓練を完了していたギグインが、すでに空港に隣接する空軍基地に移動して待ち受けていた。三時十三分、百六十九便は、空港に着陸。 フランス当局は故意に8969便をターミナルから最も遠い滑走路に着陸させ空港の隅に誘導した。犯人は27トンの燃料給油を要求。しかし、マルセイユからパリまでは9トンもあれば十分であることから燃料を満載にしてパリ中心部に突入させるという犯人側の狙いが確認された。すでにフランス当局は マルセイユから8969便を一歩も出さない決定を行っていた。午前8時、犯人側は9時40分までに離陸させるように要求。フランス当局は給油だけでなく食料や水の補充などで時間を稼いだ。交渉人は犯人側に機内で記者会見し政治声明を出したらどうかと促し、これに犯人側も同意。 マスコミを入れるために機内前方を開けるように説得した。これはギグインの突入に備えて乗客を機体後部に隔離するためだった。その間ギグインは空港職員を偽装して接近8969便のドアが完全にロックされていないことに気づいた。ギグインは窓に盗聴器を設置、それにより犯人の位置関係を完全に掌握。 ギグインは火が落ちるのを待った。マスコミが現れないので犯人は、苛立って機長に8969便を移動させるように命令、機体を管制塔やターミナルの方に移動させた。これは機内に持ち込んだ爆弾を頼みにした犯人の意図だったが、この行動はギグインにとって予想外の事態だった。ギグインは急遽編成を組み直し、狙撃手を管制塔に配備し、 コックピットを狙わせた。11人ずつのチームが2つ編成され、それぞれが左側後部ドアから突入し、さらに8人編成の第3のチームが右側後部ドアから突入する作戦を立てた。ギグインの作戦の狙いは犯人たちをコックピットに隔離することだった。午後5時、当局は給油作業を一方的に中止し、これに起こった。 犯人側はコックピットに現れ、4人目の犠牲者を物色し始めた。犯人たちはドアを開けかす走路に銃を乱射、機内アナウンスでコーランを読み始めた。さらに、交渉人が管制塔にいると思った。犯人側はコックピットから管制塔に向けて銃を乱射し始めた。犯人側の銃撃が始まったことにより突入が決まり、タラップが機体に近づけられた。 それに気づいた犯人が発砲。その時、ギグインの2チームが、後部ドアから機内へなだれ込んだ。ギグインの催涙弾、先行手榴弾が炸裂。犯人も手製手榴弾の一つを爆発させたが、被害は軽微だった。ギグインは、人質となっている乗客に伏せる、要指示、ファーストクラス付近で、激しい銃撃戦が始まった。その間に服装重視は、 コックピットの窓から飛び降りた。コックピット内の人質がいなくなったことにより、関西塔からは狙撃手が、コックピットの犯人をピンポイントで狙撃し始めた。ギグインは安全を確保した乗客を機体後部の非常用シュートで脱出させた。この時点で4名の犯人のうち3人が射殺され、最後の1人はコックピットに立てこもった。銃撃戦は20分続いたが、 最終的に残りの1名も射殺された。機内にいた154人のうち13人、上院3人、ギグイン9人が負傷した。隊員の負傷者のうち1人は重傷であったが、1名を取り留めた。機体は銃撃戦で激しく損傷しており、15年という、経年期であることもあり、登録を抹消されて解体された。8969便は、欠番となり、 3543便、または7667便へと便名が変更された。事件終結直後、武装イスラム集団はアルジェリアにいたカトリックの神父4人を報復として殺害した。そのうち3人はフランス人であった。また、武装イスラム集団の指導者は8969便をエッフェル島に突入させる計画だったことを認めた。 8969便の乗客の大半はアルジェリア人であり、これは犯人にとって予想外のことであった。犯人のリーダーはア、アブドルアブドラヤヒヤという名の25歳の男で、アルジェ近郊で八百屋を経営し、窃盗を繰り返していた。ありがとうございます。